んですね。そうですね、本当にスピードではこの2人が今の K1 のヘビー級戦線をですね、はい、本当革命っていうか、もう一時でかい選手が K1 のヘビー級を牛耳って時代からですね、はい、彼らスピードの時代に変えてますから。変えましたね、目が離せないですね。一撃で相手を仕留めるロシアンフックのカラエフか、それともローを中心としたスピードあるコンビネーションのグーカンサッカー。 KO 決着必至の一戦。さあ準々決勝ゴングです。ルスラン・カラエフ、グーカン・サキ、 K1 屈指のスピード勝負、 K1 スピード決定戦。飛び込んでいく左フック、を切ります。さあ今度は左のミドルです、グーカン・サキ。そしてローを放っていきますが、これは見切っています。カラエフ、共にスピードでは K1 ヘビー級屈指のものを持っています。前半からバックスピン、これは不十分です。さあ正人さん、はい、どういう戦いになりますかね。グーカンサキはやっぱりローキックを当てていきたいですよね。ローを当てたい、ロー強いんで、はい、でカラエフの方はパンチでいきたいっていう感じなんだと思うんですよね。この今2発出しましたね、ローキック。あのローキックをカットしてないとそのうち効いてきちゃうんで、はい、ルスランはね、相変わらず本当ローキックあんまりカットしないんですよね。あ、なるほど、でもルスランはそのおっと、入りに来ました。ローに来たところをパンチを当てたりとか、そういうことを狙っていくんじゃないかなと思います。ルスラン・カラエフもこのグーカン先のローキックというのは一つ警戒をしていた一つのポイントです。これは効きますね。グーカン先のローをどうさばき、そしてそれに合わせどうルスラン・カラエフが得意のパンチにつなげていくか、蹴りの打ち合いになります。さあ西山真紀さん、はい、このスピード対決いかがですか。そうですね、お互いにスピードなら自分だってプライドを持っている選手だと思うので、はい、本当に負けるわけにはいかないっていうね、すごい戦いになると思うんですけど、いつ終わるかわからないじゃないですか。そうですね、だからもう本当に目が離せないですよね。あっという間に決着がつきます、はい、今年4戦4勝 4KO というルスラン・カラエフ、対するグーカンサキもこの2年間負けたことがないという選手です。さっきガード硬いですね。まだルスラン・カラエフのクリーントがないですか。そうですね、ガードが硬いですし、はい、ちょっと噛み合ってないですね。あとローキック、左フック、互いの手の内を探り合いながら左フックです。このフックで右ストレートを持っていきました、ルスラン・カラエフ。さっきはうまくカウンター合わせてるんですよね、はい、ルスランが出てくるところを。先ほど正人さん、はい、空間先のローとカラエフのフックという形になりましたね。そうですね、ルスラン・カラエフはちょっとステップを踏みながらちょっとはい、出入り、そう、出入りを、そうですね、あ、なるほど、スピード重視のやり方、ね、あ、そうなんですか、うん、右の、はい、ガードの上ですが強烈。さあニュートラルコーナーに追い詰めたのはカラエフですが、ここは一旦離れます。ガード硬いですよね。ガードを固めてますね、空間策の硬いんですよね、ガードが、はい、ちょっとなかなかこじ開けられないですね。そしてこの右のローキック、そこに合わせて詰めていくのがカラエフです。さっきが待ってますから、はい、本当に狙ってますよね、全部。早くもカラエフの左のものあたりが赤くなり始めました。ルスラン・カラエフの距離が遠いんで、はい、ちょっとさっきのローキックが当てにくいのかなと思うんですよね、この辺はカラエフもやはり警戒したローキック、その辺の対策は取れていますが、さあ左フック相打ちになります。今回1ラウンド終了、 K1 スピード王決着戦第1ラウンドの3分間が終了しています。共にスピードには K1、 自分こそがナンバーワンという自信を持っています。ただ谷川さん、はい、何かお互いの良さを相手が殺してるんですかね。そうですね、さっきは本当ガード固めてですね、カウンター狙いながらローで時間かけて倒していこうという感じ、はい、まあ、ただスタートに下がってきましたね。この第1ラウンド、オープンスコアリングシステムで今会場にも対戦が発表されましたが、赤コーナーのグーカンサキがポイントでは取っています。さっきが取ってますね、はい、さっきのパンチとかダメージ与えてるってでしょうね。巻き返すことはできるでしょうか。カラエフ、これから第2ラウンドを迎えます。ロシアのカラエフとトルコのグーカンサキ、 K1 スピード王決定戦は第2ラウンドを迎えました。この大会からオープンスコアリングシステム、第1ラウンドはグーカンサキがこのカラエフを上回ったというポイントです。さあですから谷川さん、はい、カラエフは出てくるわけですね。そうですね、第1ラウンドの中ではこのローから、はい、
空間先が試合をコントロールしました。竹下さん、はい、セコンドのシーンも徹底してローキックですね。あー、なるほど。ガードを固めて、とにかくパンチはガードしてればいいんだから、あとはローキックで勝負をつけてこい、そんなシーンです。はい、西岡隆弘アナウンサーのリポート。さあ、ガコーナーを詰めたカライフ、ここで一旦まとめ上げに行きます。ガードの上から、さあ間を狙う、早いですね、早いですね、今の。そして右ストレート、さあカライフが前に出始めた、膝右ストレート、早いですね、ガード間、右アッパー、左を返すのが精一杯の先、ローを返す、左フック、左フック、先の左、激しい打ち合いになりました。第2ラウンド、ニュートラルコーナー、足を止めている空間先、そのガードをなんとかこじ開けようとするカライフ。竹下さん、はい、カライフサイドは左右のフック一発ではなく連打でいくというシーンです。あー、やはりカライフはスピード、そして連打でいきたいという福永アナウンサーのリポート。しかしすごい連打でしたね、今もう2回コーナーで続けて、左左先の左、いや、のりかさん、はい、カライフ何かエンジンかかってきましたかね。カライフ選手の戦いってこうでなくちゃね、はい、いや、そうですね、これが見たいんですよ、はい、ね、あー、左が行った、左が行った、いけ、パン、ダメージはどうでしょう、バックスピン、同じようにバックスピンを返しました。この辺りがスピード決定戦、お互いのプライドが交錯する。さあ、また青コーナーに追い詰めるカライフ、ガードが硬いですね、サキ選手も、ね、そうですね、ただ、一茂さん、はい、カライフがこの第2ラウンド戦い方を変えてきたんですね、これ、まあ、ただ相変わらずそのやっぱり距離感を取っているのはカライフ で、バリエーションもカライフじゃないですか、はい、攻撃が、まあ、あの軍艦サキ選手の方が強いということで、なるほど、やっぱり踏み込んだ時にやっぱりどれぐらいプレッシャーかけれるのかなって感じですよね、はい、カライフ選手ね。あと左を返しました、グーカンサキ、一旦距離を取りますが、また詰めて連打に持っていきます。カライフはここから蹴りまでつなげればいいと思います。そうですね、あ、そうですね、離れてるとか蹴りが出てくるといいですよね。左フック、左の打ち合いになりました。あ、早い、このアッパーも早い、このね、アグレッシブさっていうか積極性はポイントになりますよ。はい、左がいい、はい、もう一度来た、あー、効いた、効いている、カライフ効いている。空間先がこのラウンド初めて前に出てきました、ミグック、とにかく一瞬で決着がつきます。攻撃が強いんじゃないですかね、佐々木選手、あと左、はい、一気にいけないっていう感じですよね、一撃、カライフ選手ね、一つ一つの重さなんですね。ここで第2ラウンド終了、しかしこのラウンドはかなり疲れましたね、ルスラン・カライフが攻め続けた3分間でもあります。2ラウンド難しいですね、積極性ではあのルスランだったんですけど、はい、いいパンチとかいい蹴りはあのさっき入ってましたからね、そうですね、その、まあ、有効だとみなすのか、そうですね、まあ、ただガードの間からカライフもこういった的確なパンチを当ててはいます。第1ラウンドはポイントでルーカンサキが取りました。さあ、今場内でそのスコア採点が発表されましたが、3人のジャッジのうち2人がドロー、1人が青のルスランカライフにつけました。そうですね、1人だけですね、サキが今のところ有利っていうのは、だからルスランはまだまだ挽回しなくてダメですね、はい、さあ、勝負のこれから第3ラウンドを迎えます。ファイナーラウンド、K1 ヘビー級で最もスピードのある2人の対戦は第3ラウンドを迎えました。さあ、ロシアのカライフ、蹴りの連打を持っていきました。対するトルコの英雄はグーカンサキ、第1ラウンドはグーカンサキ、第2ラウンドはルスランカライフが攻めたというここまでの第2ラウンド、迎えたこの第3ラウンドです。竹下さん、はい、どうぞ。カライフサイドは右のガードだけしっかり固めていて、第2ラウンド、圧倒の6バックハンドブローだ、電光石火の一撃で思わずカライフ膝をつきました。いやー、マサトさん、はい、一瞬ですね、ドンチャのタイミングで入りましたね、これでカライフ行かないと、そうですね、追い込まれたのはカライフです。2年ぶりのグランプリファイナル、さあ、右ストレート、まだダメージが残っているか、カライフ効いてますね、ノック男性です、あと1回のダウンでノックアウト負けとなります。カライフチャンスを迎えた、空間先、左ハイ、切れ味鋭い左ハイ、左フック、左フック、懸命に呼吸、口を開けながらカライフ
前に出ていきます。ダウンを奪わなければカライフの勝利はない。そうですね、ダウンを奪わないとダメですね。蹴りが出るといいんですけどね、カライフはね。あとはさっきもうちょっと出てきてくれるといいですけどね。あ、そうですね、あのカライフは連打で打ってスピードで打ってるんで、はい、一発一発の力そんなないですね、カライフのパンチに。あ、そうなんですか。だからガードこじ開けられないですね、はい、あとそしてその間に右ストレートリリュック、カライフが攻め込んだその隙、右また右。さあ25歳グランプリファイナル初出場のトルコの英雄が次なるステージへと進んでいくのか。新しい世代が出てきますね。左右アッパー、ウスランカライフ下がっています。カライフは下がっているが、あーっとここで一旦時計が止められます。マウスピースが使われるわけです。カライフはあそこのパンチから膝とかパンチからローまで返せるといいんですけど、そうですね。まあ、現在はロシアのモスクワで特にこのディフェンスを含めたボクシングテクニックを磨き上げてきました。その中で得意のバックスピン、キックも蹴れるルスラン・カナエフ。さあそのパンチにこだわるか。カウンターで左ボディブロー、グーカン先がカウンター狙い、すでにダウンを一つ奪っている先、左のミドル。さあルスラン・カナエフは追い込まれました。ルスラン・カナエフは追い詰められた。それでも懸命に何とかしようと前に出ていく左、また左をもらいます。カウンター、右フック、右フック、左のアッパー、空間先ややスタミナも切れてきたか。カライフ第2ラウンドからは積極的に攻め続けた。やっぱり、ね、ロシアでずっとボクシングのトレーニングしてたんですけど、はい、ちょっとやっぱり蹴りを忘れてますよね。あ、そうですね、ほとんど。あと左だ、また左、カウンターもらってしまいました。ここで試合終了の刻、第3ラウンドダウンを奪った、このカライからダウンを奪ったのはトルコ格闘技界の英雄、グーカンサキです。さあこれがそのバックハンドブロー。これ本当この一発で勝負は決まっちゃいましたね。これマサトさん、シューズ技ですけどね、カライフは全く見えなかったんですかね。見えてないですね、全然見えてないですね。予想もしてなかったという感じですか。自分が打ちに行ったところにカウンターでもらってたんですよね、はい、左のジャブ打った時に。見えてないですね、全然。あ、技のバリエーションならばカライフという声もありましたが、あっと驚くバックハンドブロー。さあ今年の世界最終予選の王者、開幕戦であのレイセフォーを下したグーカンサキが勝ち上がるか。判定です、30対28赤グーカンサキ、1人目はグーカンサキ、30対27赤サキ、2人目もグーカンサキ、勝ったのはトルコの英雄グーカンサキ、182センチ97.8キロ、ベスト8ファイターの中では最も小さくして軽量の選手です。グーカンサキがスピード王決定戦を制し準決勝進出を決めました。